日本特有の風習としてこのお彼岸という行事が定着しておりますはははい皆さんこんんこにち,はかんちゃん住職でですす今日のの動画はお彼岸のお話です、まあ、前回の動画ではお彼岸の一般的な基本的なですねお話を投稿させていただきましたけれどもそんなことはもう知ってるわーとねもっとしっかり知りたい。 そんな方へおすすめのお彼岸「お徹底解説をさせていただきます日に向かって祈願をする日の願い」と書いて「彼岸」と呼んで言い習わされていた太陽信仰の由来ですとかあまり聞いたことのないそのお彼岸に関する面白いお話も多いかと思います。よかったらチャンンネル登録グッドボタンもお願いいたしますそれではどうぞ最後までご視聴くださいませ。 もうすぐ春のお彼岸がやってまいります暑さ寒さも彼岸までというようにね春の彼岸のちょうどその頃には本当に毎年ですね寒さも和らいできますよね皆様のところはいかがでしょうかお彼岸というのは3月の21日頃の春分の日と3月23日頃の秋分の日の年2回ございます お彼岸は春分と秋分の日を挟んだ前後3日間合わせて1週間のことをお彼岸と言いますお彼岸の初日を彼岸の入り春分の日と秋分の日はちょうど真ん中に当たるので彼岸の中日7日目の最終日を彼岸の明けと呼んでおります春分と秋分の日には太陽が真東から昇って真西に沈んでいきます 太陽が地球の赤道の上を照らして昼と夜の時間の長さが12時間ずつ昼と夜の長さはほとんど同じになる日なんですねなので昼の半分と夜の半分という意味でもお中日なんですねお寺ではお中日に被害へといってご先祖様のご栄光ご供養を営みますし皆様の中にはお墓参りなどに出かけられる方も多いと思いますそして お供え物は何ですかそうですすかそうおはぎやぼた餅ですよね花の季節に合わせて春に花が咲く牡丹の花に似ていることから春にいただくものを牡丹秋には萩の花が咲くことから秋食べるものはおはぎになったという説がございます、まあ、ちなみにですね実は夏と冬もあるんです夏は夜船冬は北窓と呼ぶそうなんですね なんか風流ですよねあと「使っているお米が違うんだとかですねぼたもちはもち米でおはぎはうるち米」とかね言われることもございますしまたあんをつけたものをぼたもちと言ったりきな粉をまぶしたものをおはぎと呼んだりしますまたはこしあんを使ったものをぼたもちでつぶあんを使ったものをおはぎと呼んだりすることもありますよね。小豆のの収穫時期の違いによって 粒あああんんとこしあんの違いがあるよようですよね秋は収穫したばかりの小豆が使えて皮まで柔らかく食べられることから皮を一緒に剥いた粒あん春は一冬越した小豆の皮が硬いためにですね皮を除いたこしあんを使うのが通だとかね言われますよね。まあこれは 地域性とかあと時代によってもその違う解釈がありますので一概にはですねこれはこうというふうには言い切れないところではあるんですけれどもただお日替いや年季法要などにおはぎをお供えしてみんなで食べるというその風習が始まったのは江戸時代だそうですね。ののあの赤い色色は邪気を払う色とされてきたことに由来しています。赤色のをを食べて邪気を払ううというね おまじないのようなねそういった信仰ですそもそもこの悲願というのはどういうことか読んで字のごとく向こうの岸にたどり着くという意味になるんですよねその語源はインドの言葉サンスクリット語ではパーラミタパーリ語ではパーラミーというねインドの言葉に由来していますこの パーラミーという音にハラミツという漢字が当てられましたじゃあこのハラミツとは何ぞやとハラミツというのは頭皮がですね向こう岸に渡るという意味で訳されます仏教用語で仏様の世界つまり浄土のことを指します仏様になるために菩薩が行う修行のことをハラミツと言います私たちが今ここにいるこの世界のことを この騎士と書いて志願と言いますその志願に対して亡くなった方仏様の世界をこの世界から離れて仏様の世界魂の世界とでも申しましょうかねそれをかの騎士と書いて悲願と申しますこの志願に対してかの騎士悲願です お彼岸の日には心安らかだその仏様の世界を目指していきましょうというねそういうふうに言い伝えられております仏教では亡くなった後のことだけではなくて生きている今この現世にも志願と悲願があるんだというふうに教えられておりますつまり苦しみや悩み事のある心の迷いが多いこの世を離れてこの世のことを志願と呼んでおりまして一方の 悲願というのは苦しみや迷いから解放された安らぎの世界つまり悟りの世界のことを仏様の世界のことを悲願というふうにね教えられております。日日本のののおお寺ではこの悲願の真ん中お中日に被害へというね先祖用のための法要を執り行うわけですけれどもこれが実は日本独特の行事なんですよねご存知でしたか 仏教行事であるんですけれども実は仏教の発祥の地インドをはじめとする他の仏教国にも見られない日本特有の風習としてこのお彼岸という行事が定着しておりますとはいえ厳密に言えばですね中国や台湾なんかでも中国四大伝統祭日の一つに数えられるそういった重要な祝日清明節がございますこの生命節は3日間ですね 国民の祝日として、まあどちらかといえば日本でいうところのお彼岸というよりもお盆に当たるようなね、そういった風習に近いですね。まあご先祖様のお墓参りをするその祝日なんですけれども、時期は4月上旬です。なので日本にこの生命節というこの行事がないようにですね、まあ中国などにもですね、このお彼岸がないようなもんなんです。まあ時期とか風習に若干の違いがあるんですけれども、 ご先祖様のお墓参りを主眼に置いた行事という意味では同じと言えるかもしれないなというふうに私は思っておりますまあ、日本のお彼岸の行事に話を戻しますねではなぜお彼岸が先祖供のための日になったんでしょうかについて解説してまいりますこれには諸説あるわけなんですけれども日本には昔から農耕の一つの区切りとして 祭事が行わわれれていたけけなんですけれどもそのお祭りの時期と昼と夜の時間の長さが等しくなるこのお中日はですね仏教の悟りの境地どちらにも心が偏らない悟りの境地とされる中道の思想とですねいろいろ結びついて現在のような日本仏教の,その年中行事として定着したものと考えられております。 ちょっとここでですね日本に伝わるお彼岸の由来について解説してまいりたいと思いますこれはですね皆さんねあまりねお聞きになったことはないお話なんじゃないかなというふうにも思いますまあ、実は私もですね誰か人からお聞きしたことのないお話なので古いね書物を紐解いて判明した大変この、ね、奥深いお話でしたので知識としてとりあえずお聞になっていただければ幸いです お彼岸の起源については、あの聖徳太子の時代に遡るとも言われているんですけれども、まあこれにはですね、明確な資料がございません。明確の資料として残っているものとすれば、平安時代初期にですね、編纂された歴史書、日本後期には彼岸絵に関する書質が見られました。最初に行われた彼岸絵は大同元年と言いますから、平安時代前期。 西暦806年大同元年の3月でした平成天皇が霊を鎮めるために行ったお参りが最初だそうでございます記録が残るその日本後期にはこのような文章が残されておりました崩御した須藤天皇の御供養のために諸国の国分寺の僧を集めてそして命じて 春分と秋分を中心とした前後7日間に今後半夜腹見った経を読ませると朝廷で法要したことが記録されこれ以後恒例とするように定められておりました須藤天皇というのは第50代のですね関武天皇の弟沢良親王のことでございますこの文面を参考にすれば まあ少なくとも平安時代の初期から悲願の行行事が行われていたと言えましょうそして鎌倉時代に入ると武士の間にもこの風習が広まって江戸時代になってからはこの一般民衆の間にも浸透していって春分と秋分の日になったらお墓参りをするといったねその風習に発展していったというふうにね考えられています。 宮中では宮中祭祀の一つとしてご歴代の天皇皇后皇進の礼を祀る儀式として春分の日に春季高齢祭そして春季神殿祭秋分の日には秋季高齢祭秋季神殿祭として宮中では今現在も執り行われておられます。まあ、こういうい歴史の中で元々は 国の祭日だったようなんですけれども昭和23年1948年の「秋分の日」と「春分の日」というふうに解消されて国民の祝日に変わりましたちなみに春分秋分の日を「中日」と定めたのは1844年天保15年江戸時代後期ですねこの「天保歴」に改暦されてからなんですよね 春分の日には自然をたたえ生物を慈しむこと秋分の日には親先祖祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶこと日本のお彼岸という行事は日本独特のこの感性と八百万の神々というねこの土着の神道信仰四季が織り成す日本の風土が作り上げた伝統行事と言えるものであるというふうに思います。 えー、季節の変わり目には自然の恵みに感謝をしご先祖様に思いを馳せて供養をするとといいうう行事が日本だけけに定着したというのも頷けますよねこうやって日本に独自の文化が生まれたその背景には日本古来より仏教が伝来するその前からですね日本固有の神道や祖霊信仰や自然崇拝などですね 各地域で昔から伝わってきた災時収束が影響しているものと思っております特に太陽ですよね太陽信仰日本という国は火の国ですからねあの火という日本の火というのは太陽ですよ皆さんでその太陽が命のもとという概念から日本という国名になっているくらいですからね私たち日本人にとって 命のもとでもあるあの太陽を崇拝する行事は彼岸という風習家広まる前からそもそもいろいろ各地にあったようなんですね東から昇る太陽を日迎え西に沈む太陽を日送りとして太陽を送迎したりとかですね太陽の動くその東から南南から西っていう風にねその太陽の道筋に沿って手を合わせて 「太陽が上ががってきたら今日もよろししくお願いしますで太陽が南今日は一日ありがとうございます」そして沈む時にはですね「今日一日本当に無事平和に過ごさせていただきましたありがとうございました」っつってねずっとね太陽に感謝をする祈りを捧げる願いを込めるみたいなねつまり「日に向かって祈願をする」「日の願い」と書いてそれを「祈願と呼んで「 習わされてきた日本の太陽信仰の文化と仏教の祖先を尊ぶ先祖を尊ぶ命を尊ぶこの基から悲願という向こうの基悟りの境地を目指す悲願というこの考え方が融合してそして日本独自の独特のその信仰の形を作り上げてきたんだろうなというふうに思っております。日願とと書いて悲願とい やっぱり日本というのは深い文化を持っているし日本人って本当にすごいなというふうにね私は本当に感心いたします農耕民族の日本人にとって作物を育てるその太陽はまさに絶対的な私たちの,その命の存在といえるものでした春分と秋分の日つまり現在のお彼岸にあたるこの時期は 季節の変わり目でそして現代人の私たちでもですねとても想像ができないくらい非常に重要な節目として、えー、昔の祖先たちは捉えておられました春分の頃と秋分の頃昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な日は冬の寒さや夏の暑さのその目処がついてですね濃厚の準備の合図です春には豊穣を願い 秋の収穫には太陽に感謝をして太陽をお祭りしてそれに対してご加護を祈り感謝する儀礼も行われていたようなんですねある地方では山の神様である祖先の霊をですね春分以前に山から里にお迎えして秋分以降に里から今度は山へお送りするその儀式も行われていたようなんですね。 このようなです、ね、太陽信仰祖霊信仰の行事がですね先祖供と結びついて次第に仏教行事に組み込まれていったものと考えられます日本の土着の信仰と仏教思想から生み出された日本独特のお彼岸という行事次はお彼岸の仏教思想についても まあこれもですねお寺に行けばよくお聞きになるお話だとは思うんですけれどもご存知の方は復讐だと思ってお聞きくださいねでは解説してまいります悟りの境地に達した世界を浄土俗に言うあのようですよねそして私たちがいるこの世界は煩悩や迷いがあふれた志願とされていますこの志願から被害へと到着するためには 6つの仏道修行を行うことが誰しもが悟りの境地に到達することができますよというふうに仏教教では教えられております、まあ、ご存知の通りおはお中日日挟んで1週間7日間ございますよねこのお中日の前後6日間3日3日合わせてこの6日間でですね6つの修行を志すことを仏教ではおすすめしておりますではこの6つの修行を解説してまいります まず一つ目は不正業です簡単に言えば人のことを思ってその人にとって良いことをしましょうということであります困っていたら何かサポートさせていただくとかですね手伝わせていただくですとかね何か必要なものを施すとか自分にできる利他の行いを心がけましょうということなんですこれが不正業ですそして二つ目は次回です人の気持ちをよく汲み取って 自分勝手な行動を慎しましょうそしてルールを守ってみんなと仲良くしましょうというのが次回という修行です三つ目ニンニク行です辛いことや悩み事もあるでしょうでもそんな悲しみや苦しみなどの困難を克服して正しいまっすぐな心を持てるように努力精進していきましょうということなんですねこれがニンニクです四つ目は精進です しっかり目的に向かって頼まず努力をすすることなんですね目的を定めて向上心を持って常にベストを尽くしてですね日々の生活を有益に送るそういった心がけをしましょうというのが4つ目の精進という修行です。5つ目前情です 平常な心を保つ修行ですねどんな局面でもその問題から目をそらさずに心を落ち着けて対応しましょうというその,心構えの修行でですすそして最後6つ目は知恵です、まあ、この知恵というのは真実を認識できる思考ですね。どんな現実にも適切に対応することができるこのものの考え方思考のことです。 ま、そんな完璧な思考なんてどうやって持てるのみたいなね、いうことを疑問に思われる方もおられると思います。この知恵はですね、実は一つ目の不正行から五つ目の禅情のその修行をですね、実践することができれば、おのずと六つ目のその完璧な思考、知恵が授かると教えられているわけなんですよね。以上、六つのこの修行を六ハラミツと言います。六ハラミツ。 このハラミツというのは悲願に至るという意味でしたよね。何か難しい修行のように聞こえたかもしれませんけれども、シンプルに考えると難しいことは何にもございません。この六つのハラミツ、六つの悲願に至るための修行、六ハラミツにはすべてのものに感謝をする放音感謝の精神がその根底には根付いております。 お彼岸に自分がお世話になった親やご先祖様のお墓参りをするのもこの精神からですよねつまりお彼岸というのは自分が生かされていることへの感謝と自分の身の行いをこの反省する機会そういった行事ということになります おさらいするとまずはガをなくして自分の顔をなくして自分のできる何かをさせていただくという不正業不正業という修行に始まって日頃の行いを反省する自戒困難に耐え忍ぶニンニクひたすら自分の目の前のことに集中して努力を怠らない精進心を落ち着かせる禅情そしてこれら5つの修行によって得られる仏様のお知恵六波羅蜜。 成仏を目指す菩薩の修行特目と言われております6種類のどれか一つでも欠けてしまうと成仏は達成されないとも言われておられます難しいですが厳しいですねちなみに六原道については妙法蓮華経法華経第27番目のですね妙性言の本字本にその実践上の特目がこう記されておりますので ご興味ののある方はぜひですね明晶言の本事本題27を手に取って拝読いただければよろしいんではないかなというふうに思います仏の心ははどちらか一方にえることはありませんまた中道というのはですね厳密に言えば真ん中という意味ではないんですよね。真ん中という意味では中庸といった意味合いの方がむしろこの真ん中という意味合いになります。では中道と一体何ぞやと。 問われたならばその場所でベストな選択をすることというのが中道ということです例えば4本の弦を持つビワというこの楽器がありますけれども1弦から4弦までですねこの太さが全部違うんですねこのビワの弦をチューニングするときにもし1弦のこの張力で同じ強さで4つの弦をチューニングしようとしたらですね強すぎてですね場合によってはバリンバランと切れてしまいます 逆にですね、この4弦の張力で1弦をチューニングしようとしたら、この弱すぎてベロンベロンなんですね。音が出ません。1弦にはその1弦に適した張力があって、そして4弦には4弦それぞれに適した張力、張り具合があるっていうものですよね。それぞれに適したその選択をすること、これを中度と呼ぶわけなんですね。 偏らない強すぎない弱すぎない偏らないそれでいて真ん中ではないちょうど良い安倍というのが中道というねお悟りの世界のニュアンス感覚なんですよね、まあ、厳密に言えばですよお彼岸で言われる中道は太陽の昼と夜の時間が12時間ずつで同じ まあイコール真ん中という意味合いで考えられていますので、まあその辺の解釈は誤解のないようにお願いいたしますね。日蓮宗の開祖日蓮聖人はものすごく簡潔にこの悲願をですねご説明してくださっておられます。最後にですねこのお言葉を皆様にご紹介して今日のこの動画を終わりにしたいと思います。悲願というのは悟りの世界であり仏様の世界。 浄土のことですよねそして私たちが住むこの欲が渦巻くこの世界をこの岸志願つまり江戸と言われます江戸の絵っていうのは汚れのある土と書いて江戸なんですね汚れのある世界という意味なんです悲願ののに対してて江戸ですこれをまず押ささえてくださいそして日蓮聖人は一生成仏将という中でですね 浄土も江戸も実は一つなんだよというふうに教えられております。何とおっしゃっておられるか、こうです。主情というのは私たちです。主情の心が汚れればどうも汚れ。心清ければどうも清しとて。浄土といい江戸というも、どに二つの隔てはないんだと。ただ我らが心の善か悪かによると見えたり。主情というも仏というのもまた格のごとし。迷う時は主情と名付け。 悟る時をば仏とと名付けたりと浄土というも江戸というも幸せも不幸も悟るも迷うも実は自分の心次第ということになるんですよとおっしゃってるんですつまり世の中の人々の私たちのこの心が汚れていれば私たちの住むこの世の中生活や環境は汚れてしまいますでも心が清ければ世の中も清らかです 無こう岸に渡るといいましても幸せせな世界がどこかにああるわけではありません正しい仏法の教えが広まることによって私たちの住むこの世界がこのままそのままですね清らかな仏様の世界江戸ではなくて浄土になるという浄土の世界になるとご教示くださっておられます。ななるほどなというふうに私なんか思うわけであります。 本当の豊かさ。つまり、満ち足りているというその思いは、いかに満足、感謝できる心を持っているかにかかっていると言えましょう。消欲知足の中にですね、豊かさが存在しています。たることを知らないその心が貧困なことなんだと思うんですね。不満を多く抱えている人の心が、悪なき欲求で満たされている。満たされない理由は、自分以外の何かにあって、 苦しみの原因が自分自分身にあるるこことを知ることはありません今この瞬間にこの場所が浄土にもなり江戸にもなりますよってねつまり今この瞬間この場所で心の置きどころ一つであなたは仏様になること成仏することはできますよそしてこの場所が仏の世界になるし地獄のようなつらい世界にもなりますよこれほど簡潔に日蓮聖人はご教示くださっておられます。 そそしてその心持ちになる秘訣秘伝としてお伝えしてくださっているのが実は「南無明法蓮華経」という祈りなんですね呪文なんです。 南明法蓮華経というこの七文字はですね、法華経、明法蓮華経。一話地下二十八本ございます。六万九千三百八十四文字ございます。それだけたくさんの文字が、実はこの七文字。南無明法蓮華経という七文字に全部が集約されています。南明法蓮華経とお唱えすればですね。実は、法華経、明法蓮華経。すべての苦毒すべての教え、すべての味噌、すべての醍醐味が。 詰まっているこれが7文字の難病法蓮華経という実は最強の呪文なんですよね。でこの呪文をお供えすればこの難病法蓮華経というこの聖句をお供えすればですね実は私たちのこの心が浄化されます。そして志願から 被害にへと渡ることができるそういった実は秘訣がこの実は南妙法蓮華経をお唱えするそして南妙法蓮華経をお唱えしたら南妙法蓮華経の心になってそれで南妙法蓮華経の行いができるつまりこの南妙法蓮華経というのは何かといったら仏様の行い仏様の姿仏様の御心ということなんですねなので南妙法蓮華経というその御心に触れたならば南妙法蓮華経の行いができるということになる つまり、人に対して、利他の行いをすることができるということなんですね。仏様の心というのは、自分よがりじゃないんです。人のために尽くさせていただくという御心なんです。無償の愛情です。何か見返りを求めない、そういったお気持ち。無償の愛情ですよね。これを仏教で、利他の心と言います。そして、この場所が仏の世界になる。浄土ですよね。地獄のような志願。 江戸の世界辛い世界にもなりますよおっしゃってくださってますこれほど簡潔に日蓮聖人はご教示くださっておられます寿命が尽きてあの世に行ってから仏になるのではなくてこの世界志願において江戸の世界においてこの身このままで心がけ一つでこの世が浄土になり仏になることができるとおご教示くださっておられるというわけなんですよね日蓮聖人の身教えの中でも最も大切にしている お言葉の一つなんですよね皆様はどう受け止められましたでしょうかまさに目の前のことに満足できる自分の心を養うことこそ幸せへの直動ですね直結しますこの心を養う仏道修行が六腹蜜なんですねお彼岸は六腹蜜を磨く仏道修行仏道習慣なんだとですね肝に銘じていただければ幸いです悲願も四願も同じ世界 幸せな人だからこそ人を幸せにできるんだと思いますし不幸を数えるよりも幸せを数えましょう目が見えること耳が聞こえること生かされていること当たり前だと思ってしまっているこの自分の心を顧みた時にですね実はありがたいことに気がついて心から感謝できた時にそこには悲願の世界が広がっていることでしょう江戸を浄土に変える その最高の知恵が六原の仏道仕様なんですよねそしてその味噌となるのが南無法蓮華経という秘訣ですどうかお彼岸の日を心して迎えていただきたいなというふうに思いますそしてできるだけ家族揃ってですね皆さんでお墓参りをするようにしましょうねまたお墓参りの時にはお寺の彼岸家にもご参詣してみてはいかがでしょうか お盆とお彼岸はどちらもですねご先祖様に手を合わせる行事なんですけれども何か違いがあると思われますか実はあるんですお盆というのはご先祖様からおいでになるそれを私たちが迎えるで今度はお彼岸は私たちから彼岸に向かうというねそういった違いがございますということで今日はですねお彼岸の由来お彼岸の心構えについてお話をさせていただきました まもなく迎える春のお彼岸。ぜひですね、六花蜜の実践を心がけてみてはいかがでしょうか。今日のお話は以上です。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またですね、いろんなまだ疑問、質問等ございましたらコメント欄にどしどし書いていってくださいませね。しっかりとお答えしていきたいと思っております。今日はですね、本当にね、長い時間、最後までご視聴くださいました。本当にありがとうございました。また他の動画でお会いいたしましょう。かんちゃん住職でした。